大地光の最高最高やっしゃー、始まりました。もうね、我々のレギュラーコーナーということでございまして、はい、慣れたものですね、はい、もう今や荒川選手の方が僕よりサイクルモードチャンネル出てますから、ね、はい、そんなことないですよ。これはもう2人のサイクル最高ということでございまして、はい、やってきましたよ。またやってきました ね、 ね、ということは、まあ、今回もガールズ競輪からゲストがいるということで、はい、早速ご登場いただきましょう。この方です、どうぞ。お願いします。お願いします。はい、自己紹介お願いします。はい、鹿児島支部116期の南まどかです。お願いします。はい、ようこそ。どうですか、普段でも鹿児島なんで接点なかなか。レースで一緒になるくらいなんですけど、最近全然なってなくてね、うん、そうですね、久しぶり、はい、久しぶり、はい、今回はこちら後ろ、東京オーバル KO 角、もう駅が近いのでおなじみですから。そうですね、すぐそこですよね。すぐもう目の前降りたら着くというのが、もうグランプリもやるような場所ですから、もう有名な、もうこう東京の中にでも見れるという、この生で見れる競輪場の一つですね。はい、なんかいろいろ諸事情があってもう押してるそうです。あ、はい、なんと早く行かないと、はい、バンクが貸し切りなのに使えなくなるかもしれない。なるほど、はい、早速中に入って、はい、行きましょう、ね、行ってやってみましょう。じゃあ行きましょう。大地の最高最高。さあ入ってきました、慶応閣オーバルバンク。対決ものもこっちで言うと3回目ね、ひかりちゃんとは。あ、そうですね、はい、なりますけれども、で、まあ南選手は今回初めてじゃないですか、はい、ね、ということで今回まあさすがに僕もちょっと勝ちたいなと思ってます。なので、うん、ロードバイクで対決したいと思います。まあ、ひかりちゃんは前回もその普段ロード乗らないっていうね、ほとんど乗らないですね、全然乗らない、持ってないです、なんなら。そう言ってたもんね、はい、だから まあまずそういう乗り慣れたギアもあんまりね変えるっていう癖がないと。はい、これ南ちゃんはどうなんですか。そうですね、街道練習が基本なんですけど、うん、ピストロードでいつも乗ってるので。あら、ギアは変えてない。ちょっと変え慣れてはないです。変え慣れてない。はい、しかもですね、ちょっとカメラさんいいですか、足元ビンディングフラペフラペというようなことでも、やったね、これやったら勝てるんじゃないかっていうおじさんの補足な作戦で。なんででもつけすぎじゃないですか、大丈夫かな。大丈夫かな。いやだって二人とももうだいぶ強いやん。あの頃よりだいぶ強いやん。あの頃より、うん、とりあえず一回じゃあ一周フラット、うんうん、あのほらロードバイクも借り物なんで、はい、お二人のじゃないので走ってみましょうか。はい、はい、じゃあ行きましょう。光の最高最高。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、これどっちがどっちだったかなと思って。左のちっちゃいやつ、大きいやつ、こっちです。あ、うん、大きい2個とも。また素人すぎて無理しました。ロードの扱いが分かってないし、あの2人はボトルついてる。そっからか、ケージなんかついてないか。ついてないです、ボトルケージなんか。でも外行くときはつけてるでしょ。いや、つけていかないです。階段練習、水分補給どうしてんの。ここにお金入れていきます。どこに入れてんの。鹿児島ってまだ来てない。鹿児島電子マネーまだ来てない。携帯とかはない、あの持ってポケット。あ、そうか、見て後ろだから落ち着いてないもんで、はい、だからそうか、携帯も、携帯もほとんど持っていかないですね。ベルトで止めんの。あ、いや、ベルトとかないですよ。ベルト、携帯のベルトって何ですか。こう、こういうとことかにつける、こうスマホ入れるベルトとか。使わない、ね、使わないか、ないです、ね、だって街道練習中にパンクとかさ、なんか車両に故障して誰か呼びたいとか、どうするの。電話するの、10円で。確かに考えたことないかも。あ、それぐらい一緒になんかあの練習行く人誰かが持って、あのポシェットみたいなの持ってったりとか。ほら、つけてるやん。ポシェット、なんかポシェットっていうか、なんていうんですか、あのカバン、なんていうんですか、ウエストポーチ、ウエストポーチみたいなの持ってってる人もいますけど、うんうんうん、でもそういう人に任せて、はい、自分は走り専門。重い。重い。そっからか。だって本当だって、もう大丈夫、さっき変え方わからんすけど。あれ、まどかちゃんに直してもらいました。おギアに変えれなくて。そうそう、後ろ、後ろのギアが大体右、うん、右、あ、こっち、右のちっちゃいやつ。え、さっきこっちで変わりましたよ。そう、そう、
そんな階段マッチ見たことある右でしたっけ。え、右じゃなかった。左がこの前の2段のアウターインナーってやつね。ちょっとじゃあ、まあ、一回乗りながら、あ、そうですね、確かめてみましょうか、一周ね。あれ、初心者講習でしたっけ、これ。ロードバイク、皆さん、乗り方、しっかりと学んでください。乗り方講座。はい。ペダルを踏み込んだ勢いで進みますよ。はい。左が、なかなか右が、右が後ろの細かい。あ、で、本当だ。左のちっちゃいのですか。左が前の2枚のギア。うん、あ、できた、できた。え、新鮮。そっからちょっとできない。え、ちょっと待って。助けてください。え、どういうこと。え、大きく軽くなっちゃった。で、左の2個とも押し込む。あ、できた。グッと。できました。あ、ちょっと押しが足りなかったんだ、さっき。こんなに自転車何年も乗ってて。すごい。そうですね、なんか。インナー、アウターを変えれない穴が開いたり。そんな話で一周終わってしまいました。はい、ストップ。はい。違うね、ほんまこれ回りながらさ、大丈夫、慶応閣はお二人はどうですかとか聞きながら回ろうと思ったけど、自転車の初心者講習で終わってしまいましたけど、今回はちょっとあの前回の反省を踏まえて、はい、ガチ走り2回です。はい、やった、やった、大事。あ、大事じゃないです。すいません、すいません、自分で気づいて恥ずかしくなっちゃった。うっかりダジャレを出してしまったわけですね。恥ずかしい。そう、前回ね、あの全員が最後うなだれるっていう、一番盛り上がらなきゃいけない決勝戦、みんなこんな顔してたから。あと1本みたいな感じでした。そうそう。じゃあ1本目いってみようか。はい、よし、まずこれね、ノーマル勝負。大事の最高最高。ではガールズ2人とのガチ勝負1本目。じゃあいつもガールズ芸人斡旋してくれてる和田さん。よい、スタートでいきます。はい、はい、よーい、スタート。あ、よっ、うわ、あ、そっか、その時間に、その時間に、ちょっと待って、あ、やばいやばい、ちょっと待って、あれ、大事さんに先を走らす作戦が。で、みんなここ行って壊ないの、全然。なるほど。誰が勝ちか分かんなかった。ちょっとこれ、あれ、想定してたのと違うんじゃん、君ら。あれ、これ誰が勝ちました。分かるよ、誰が一番驚いてるって。俺やもん。あんな寸前まではずっと僕1位でしたよね。3番手にいたんですよ。もうね、私も抜けるかなって思ってたら、外からそうだ、俺横からひかりちゃん来てるなと思って見た瞬間、外から南選手ブワーンと来てたけど、ちぎられて焦りました。え、結果どうだったんですか。勝ったのは、でもちょっと VTR ないんですか。VTR の、VTR、はい、はい、あ、あ、接戦ですね。接戦、めっちゃいい接戦で、僕、南選手、荒川選手の順番決定です。やった、負けた。これは後で、あの、それだけ写真にしてください。来年の年賀状にします。すごい、でも大接戦でしたけど。大接戦ですね。いや、なんとか機械の力を借りて初勝利です。やりました。ありがとうございます。いい勝負でしたね。でも、いや、いい勝負やった。まれに見る。ただこうなってくると、本当はね、多分スタッフの想定が1本目、俺が負けると思っとったんですよ。ああ、で、2本。こいつらは、俺のことを負けるんでしょと、さっきも打ち合わせで、多分大地さん負けると思うんですよって、もうさらっと言ってたんで、いやこの後ね、そのちょっと障害物リレー的なことなんですって、はい、ルールが変わります。はい、最初が縄跳び。先に言うと、縄跳びやって、走り出して、半周でけん玉やって、けん玉、半周っていう、けん玉、けん玉とか
ぱできないです。だから逆ハンデにしましょう。逆ハンデ。僕ね、6年間縄跳びのお兄さんやってたんですよ。そうなんですか。縄跳びのお兄さん。みんな元気にパワフルしてるかな。みんな大好き大事お兄さんだよっていうのを、ね、やってたんですよ。6年間。それっぽいじゃない、本物のやってたのよ。だから縄跳び結構得意なんですよ。だからまずい、勝っちゃったんで、1位だと僕は30回跳びます。20回跳んでください。10回跳んでください。はい、で走り出します。はい、剣玉、2人はどこに乗せてもいいです。はい、好きなところ。僕はあの裏 の棒の細いところ、あそこに乗せるっていう。で、いきましょう。はい、で、勝った人は5ポイントってことで。はい、裏返ることができる。優勝者になれる。またおかしいやん。おかしい。でもそうか。でもどっちみちナンバーワンも決めないといけないですよ。そうですね。はい、したらじゃあ50ポイント。50ポイント。これ勝った人50ポイント。勝った人が勝ちってことですか。はい、まあ2本目勝った人が勝ちということ。今のはなかったことに。はい、今のはだからもう、次が本当の勝負ですね。ちょっと、はい、イメージカットみたいな。せっかく勝ったのに。最高最高。よしよし、緊張する。これもちょっと見たことない絵になってますが、二人はめちゃめちゃ久しぶりらしいんで、小学校以来ぐらい。でもなんかトレーニングとかでないの、その縄跳び飛ぶみたいな。私は取り入れてないです。取り入れてないですね。あんまりしないのか。はい、これは競輪にはない動きということで。はい、緊張する。緊張してきたな。一番お遊びレースやのになぜか勝ちたいという、負けたくないというプロ根性が。じゃあいいですか。はい、いっちゃいますよ。はい、では障害物レース掛け声お願いします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90
ゃん。剣玉でなんとかなるよ。よいしょ。絶対無理。男。オッケーオッケー。追いついた追いついた。やばい。早い。やばい。よしよし。あ、これはやばい。よし。できた。どっちが大きいの？よしよし。オッケー一発。やばい。これはやばい。よいしょ。待って。よし、一人抜いたぞ。待って。一人抜いたぞ。やばい。負けない。これ負けない。やばいやばいやばい。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 成功です。よし。よし。勝った。リベンジ成功。もしかしてまだやってた？今行きましたよ、あの人。悔しい。やったー。勝ちました。めっちゃ剣玉で詰めたんやけどね。めっちゃ早かったです。さすがに、ね、やばいかと思った。我々昭和生まれなんで10回のハンデが、あ、20回か。20回よ。そうそうそう、来ましたね。ちょっとあれ、あの人、若い子は剣玉を全く知らないというか、そうですね、悲鳴だけ聞こえました。何これ。あれ、したあれ、どこ行ってたの。お帰り。お待たせしました。ちょっとハプニングが多すぎまして、なんかまずなんか聞こえたのが切れたって1個目、はい、
誰かが多分やってってやってました。あちょっと切れ目縄跳び切れました。あ切れ目入れてた、切れたって真ん中で結構切れ目入れられてたかもしれないですぐらい、はい、あら飛んでいきました。縄跳びがえそう切れた後よく見てなかったけど切れたまま飛んだの。もう持ってあの紐だけ持ち替えてここ飛び切ったんだよ、すごいね。持ち手が取れたのかなぐらいに思ってたら、意外結構途中で切れてるし、そのまま飛んでもバレなかったかな。確かに。でもまあなんとか2位で行ったんですよ、まだ、はい、その時点で早かった。ただ、剣玉が恐ろしい壊滅的にできないっていう、はい、大地さんとゴールして半周行ったぐらいでやっと剣玉終わった一周さ、うん、あの子ずっと縁日にいた子みたいなもう行くよって言われて本当に最高最高ということで結果発表レースを終えまして、はい、最終結果発表したいと思います。まず第1位は50ポイント荒川光選手、はい、ありがとうございます。そして第2位が1ポイント山根大二選手、ありがとうございます。ということで最下位は0ポイントの南まどか選手です。まあ対決なので当然最下位の方にはまあ罰ゲーム、一応ねちょっと2パターンあって、あそこのオーバルがバーって開いたらすごい恥ずかしいポーズ取ってるパターンか、そこにあるあの得体の知れないお茶を飲むっていうパターンがあるんですけど、どっちがいいか。でも、はい、どっちも嫌なんで。あらどっちも嫌、最下位だけど。ちょっと一つ言い分があるんですけど、いいですか。いいです、聞きますよ。どうぞ。あのディレクターさんが、はい、今回遅刻をされまして、ああ私一番最初に来たんですよ。ああこの場所に、はい、はい、待ったので。どれくらい、ちなみに。まあ、大体30分、まあ、40分待ちました。そうですね、結構ですよね、はい、結構待ちましたよね。結構ですね、それは。ので、はい、一緒に、はい、一緒にあっちにします。一緒にあっちでポージング楽しみ。入ったら、はい、2人で、2人で恥ずかしいポーズ、2人で恥ずかしい、2人で恥ずかしいポーズ、2人で恥ずかしい、恥ずかしい撮ってるこの人ですね、はい、もうあの撮影が始まってなきゃいけない時間より30分以上遅れて現場に到着したディレクターがいるので、はい、そうですね。だから本当の最下位ですよね。本当だったら2人じゃなくて1人でやっていただきたいんですけど、はい、どう負けたので、負けたので、優しさだよね、二、はい、ね、人で、ね、2人で、2人で開けたら、開いたら恥ずかしいポーズ、めっちゃ楽しみ、ね、ちょっとじゃあ いいですか、ちょっとこれあの預かりますんで、はい、すいません。じゃあ、ディレクターさんと、はい、南選手はじゃああちらの中に入っていただいて、はい、ポーズは自分たちで考えるんですね。はい、ちょっと携帯持ってきてもいいですか。ちょっと携帯持ってきていいじゃないですか、ここちょっと携帯持ってきます、はい、さあどうしようかな、巻き込まれましたよいしょ、恥ずかしい、恥ずかしい、ダサいポーズですよね。まあ俺たちはちょっとね、狙っててはいたんですけど、これをどういうポーズにしますか、はい、携帯持ってきちゃった。じゃあ一回閉めましょう。で、あの準備できたら OK ですって。わかりました、はいはい、ちょっと作戦会議するので、どういうポーズがいいですか。結構ガチめに作戦会議が、ね、あ、そっか、どういうのがいいんですかねいやでも率先してまさかね、あんなちょっと自分からちょっとポーズ取りに行くっていうバラエティ向きだね。そうですね、はい、彼女面白いんで、ね、期待してます。期待していやお茶行くかなと思ったんですけど、意外に自分からそっち行って楽しみ。しかもなんだったら別にね、ディレクターに任せてもよかったんですけど、やりたい、やりたがりですね意外とオートコント的に。聞こえてますよ。さあ聞こえてます。罰ゲームまで5秒前、4、3、2、1、オープン。どうですか？もうなんかビビっちゃってるじゃないですか。まさかこっちに突進してくると思う。びっくりした。これが自転車のハンドルで、はい、私が掴んで自転車に乗るイメージで突進っていう。あ、伝わりました、それは。なるほど。はい、いいでしょう。ありがとうございました。
いやでもなかなかね普段見れない姿を見させていただいたんで、はい、よかったと思います。面白かったです。対決終了ということになりました、よかったなという方はグッドボタンよろしくお願いします。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。以上自転車対決でした。ありがとうございました。